期待してなかった分っていうか、すごい良かったんですよ。名前が書かれてない人の中にすごい才能を持ってる人がいます。 K の K があるからこそこの企画が立ち上がって映画が撮れるという、まあ、状態にはなるんだけど、だけどこの K の K イズムを入れないといけないっていうなんか謎の縛りがあることによって赤点になってしまったという。はい、上代です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は夢判断、そして恐怖体験です。幸福の科学映画はですね、5月に、美しき誘惑ですね、あれのレビューをしたんですよ。この手の映画は初めて見たんですね。っていうか何も知らずに見に行って、もうなんじゃこりゃと思ったんですけど、酷評というかそういう風にするっていうのはなんかもう芸がないなと思って、まあ、無理やり褒めようっていう感じでレビューをしたんですけど、で今回は一応分かった上で見に行ったんですね。毎回このテイストだったらもう終わりかなと思ってたんですけど、この夢判断そして恐怖体験なんですが、びっくりしたんですよ。すごい良かったんですよ。序盤から始まった瞬間からめちゃくちゃ良かったんですよ。画面の中にはその配置されてるその動きとかその何もかもなんですけど、めちゃくちゃよくできてて、まあ、いわゆるそのホラー映画的な感じの中で今すぐこう印刷してこう飾りたいぐらい、そういったシーンっていうのはすごいたくさんあって、期待してなかった分っていうかすごい良かったんですよ。で冒頭のシーンですね、真っ白い女性とあと真っ黒いこうローブを着たこう何者かが剣持って戦ってるんですね。でそれで黒い方が負けて最後、女性にこう刺されるんですけど、刺したらそれが真っ黒いやつじゃなくて熊のぬいぐるみを刺してるんですよ。で奥の方から真っ黒い格好をして帽子かぶってこう顔になんか黒い布をまとってて全然顔も分かんないやつがいて、でそれがこう拍手しながらこうゆっくりやってきて、でこうここにカバン持ってるんですけど、そのカバンの中に刺された人形を入れてそのまま去っていくっていう、その一連のシーンですが、その冒頭シーンがマジでめちゃくちゃ良かったんですよ。まあもしかしたらその美しく誘惑っていうのが、まあ、ちょっと異端な作品だったのかもしれないって。やっぱりその幸福の科学ってこうずっと映画出してるみたいなんで、ずっとやってるんだから、そういうのやっぱ作れるんだなと思って見てたんですよ。なんだけどやっぱりその幸福の科学っていうか、まあそのサムネに書いてあった通りなんですけど、Kの Kイズムっていうものがこうどうしても入ってくるんですよね。その宗教臭いというか、なんで急にそんなうさんくさいことをするのかっていう、なんかそれが急に入ってくることによって、せっかくホラー映画としてすごいよくできている映画になりそうな感じ、本当に9大点以上のものが撮れそうな映画ができているのにもかかわらず、 Kの Kイズムが入ってしまうことによって一気にこう残念なものになってしまうっていう、なんかこう足を引っ張ってるというか、まあ、そんな感じですね。オムニバスっぽい感じで進んでいくんですけど、主人公の上野葵っていうのがいて、まあ、それが大学生で、大学にまあ特別講演でやってきた神山刑事っていう男がいて、それがまあ夢に対してまあいろんな講演をしてて、それでまあとある女性がその一番最初 その黒い男と戦ってた夢っていうのを見て、前世が新選組だったっていうことをまあ当てたとかいう風な感じをするんですけど、でそれで真っ黒い男と戦ってたっていう夢を見ましたって言って、まあ、それがどういうことなのかっていうことでユングとか学者の名前出せたんですけど、まあ、最終的にはこう見てみましょうってこうするんですよね。もうそれやっちゃったらもうダメじゃんっていうか、まあ、大学で何やってんだよっていう感じなんですけど、まあ、それでまあ言い当てるんですよね。あなたは前世は新選組だったっていう、まあ、そういった話になっていくんですけど、それで、まあ、その主人公の葵っていうのが、まあ、金縛りとかあったり、まあ、変なものが昔から見えたりっていう、まあ、そういったことがあるから、まあ、相談して何やかんやって神山刑事のところの、まあ、助手になるっていう、まあ、それで、まあ、いろんな人たちが、まあ、相談に来てっていう、まあ、そのエピソードを、まあ、まとめて一本の映画にしたっていう、まあ、そういった感じなんですけど、まあ、オムニバスなんだけど、まあ、その一本の話としてつながってるから、まあ、その一回一回が、まあ、仕切り直し感が出てくるんですけど、まあ、コーヒーが冷めないうちにみたいな感じの、まあ、映画だと思ってもらえればいいんですけど、なので最初の方はホラーっぽい演出でずっと言ってくれるんですよ。だけどどっかでその K の K イズムが入ってしまうことによって、まあ、スピリチュアルな綺麗事になってしまって、なんかそうじゃねえだろうっていうか、まあ、そのスピリチュアルな要素っていうのをなんか無理やり入れてきてるんですよね。本当それが残念で、その神山刑事っていうのにその能力があるっていうのはいいんですよ。でそれっぽい力を持ってる上野葵っていうその主人公がいるっていうのもいいんですよ。で一回だけその上野葵っていうのがその寝ながらなんかこう呪文みたいなのを唱えて、なんか悪霊退散的なことをするんですよね。でそれも一回だけなんですよ。物語の中でその葵が金縛りに合ってるっていうことと、それと全く別のやつがその金縛りに関わってたっていうのが、
こう物語の中で交差するんですよね。でその交差した時にまあ、実はっていうことで、まあ、その葵にはそういった力があるっていうことがあるんですけど、まあ、その後その葵がその能力を発揮する場面が全然なくて、じゃあ別に出さなくてよかったんじゃないのっていう、まあ、普通にそのホラー映画として進めていけばよかったのに、まあだけどやっぱりその経の経イズムが入ってしまうことによってわざわざ残念な方向に行ってしまうっていうのがあって、本当にねもったいないなって思います。本当にこう一つ一つの画面っていうのをちゃんと作ってて、もうセリフ一切なくて、その経の経イズムのあのミュージックがなければサイレントでも全然見れるぞっていう、まあそれぐらいちゃんとしてた画面なのに、前作のその美しき誘惑の中で感じなかった映画としてちゃんとしてるぞっていう、そういった人材がちゃんとその撮影とかに関わるそのスタッフの中にちゃんと才能の持ってる人がいるっていうことをですね、まあ、その才能を完全にその K の K イズムによって潰されてるっていうのがありますね。 K の K があるからこそこの映画の企画が立ち上がって映画が作られてるっていう事実はあるんですよね。まあ、それでそのスタッフにはその、まあ、力を発揮する場面があるんだけど、力を発揮したにもかかわらずその K の K イズムによってそれがこう台無しにされてしまうっていう、なんかこうすごいもったいない状態になってて、なんとかならんのかなっていうか、独立とかした方がいいんじゃないかなとか、まあ、ちょっと思ったりして、エンドロール見た時にメモっとけばよかったんですけど、オフィシャルサイト行って主演と監督の奥津孝之っていう方なんですけど、監督は、まあ、その人の名前しか載ってなくて、じゃあこの人がやっぱそういったすごいちゃんとしてるんじゃないかと思って調べてみたらですね、まあ、その結構ドキュメンタリーとか撮ってて、その前の作品の予告編みたいなのを見たんですけど、まあ、その系の系イズムがすごい強いということで、まあ、その名前が書かれてない人の中にすごい才能を持ってる人がいます。すごいもったいないなっていうか、ちゃんとそういった人たちにも目が行くようにしてほしいなっていうのはすごいあります。まあ、なのでその系の系があるからこそこの企画が立ち上がって映画が撮れるという、まあ、状態にはなるんだけど、だけどこの系の系イズムを入れないといけないっていうなんか謎の縛りがあることによって才能が本当に真っ向から潰されてるっていう感じがあって、僕みたいなその門外観からしてみればすごいもったいないなっていう、まあその感想がすごい強いかなと思います。学校に女の子がいるっていうあそことか全体的にすごい良かったんですよね。なんであんな風にしちゃったかなっていうか、系の系イズムのその、まあ、スピリチュアルにいい話にしようっていう風に持っていくっていうのもなんかこう気持ち悪いっていう部分もあるし、あとはやっぱそのミュージックですよね。なんでそこでその曲流すのっていうか、そんなアホみたいな曲流すなよっていうか、チンピラが逃げてるところで流れる曲なんですけど、あそこマジであの曲いらなかったっていうか、曲流す必要全くなかったんですよね。ただチンピラが慌てて逃げてるところ、あれただ追いかけていけばちゃんとその状況説明として全然わかるのに、どんだけその映画見てる人って知能低いと思われてるんだろうなっていうぐらい、あんな説明的な謎の歌、なんか本当にこう予算の無駄だろうなって思うんですけど、なんかこうゴジラ対ヘドラみたいな曲が流れるんですけど、なんでそんな曲作ったのっていうか、本当に撮影部分、まあ、撮影というか画面構成、絵作りっていうものに関しては120点です、なんですけど、系の系イズムによってちょっと赤点になってしまったという、まあ、すごい残念な映画だったなと思います。その前回 その美しき誘惑を見て無理やり褒めたっていうことがあって、まあ、このテイストがずっと続くなら系の系の映画はもう見ないようにしようかなと思って、まあ、ラストチャンスで行ったんですけど、ちょっと隠れた才能っていうのがあるみたいなんで、まあ、もうちょっとだけお付き合いしてみようかななんて思ってます。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画を見たらすぐにレビュー動画を出すので、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。でこの後僕短編映画撮ったんですけど、それの予告編が1分間あるので、お時間ある方は最後まで見ていただければなと思います。で本編なんですけど概要欄にリンク貼ってるので、興味がある方はそちらも見ていただければなと思います。ということで終わります。